ジョナ、待っててね。ソフィア、そこにいる。ララ、大丈夫？ええ、グラフが見える古い聖堂所の近くよ。ジョナを追っていくところ。そこなら知ってるわ。私たち、トリニティと初めて戦った時、そこに武器を隠してたの。役に立つかもしれないわ。ありがとう、ソフィア。戻ったら会いましょう。はい、どうも、ヒログランツです。今回もライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー、やっていきます。さーてと、よし、ブロードヘッドクライミングアロー。お、すごいよそれ。何目でいいのかな。あ、なるほど。足場を作る感じね。またプロパガンダ。足場を作るね、能力をゲットしたと。さあ、こっからもう引き返せない的な感じだね。なんだこれ。あ、前やったあれか、サブクエのやつか。とりあえずジョナを助けに行かないとかだな。やばいやつ。嵐が来るわ。OK。OK。よし。さあ、こっちは来てないぞ、まだ。回復の葉っぱはね、いっぱいあった方がいいからね。どこだ？さあ、こっちが登れるが、とりあえずまあ行くか。プロパガンダだわ。戻ってきたね。戻ってきたな。戻ってきたぞ。あるなら装備をあんたに売ってやるよ。奴らまだ俺たちには気づいてないと思うけど、別々に行動しよう。いいな。52枚。いや、待てよ。コマンド。これでしょ。タンクトップ。でも、どうなんだろう。バレなくなるのかな。標準機は欲しいな。標準機行こう。やべえ。めっちゃ遅れすぎ。あ、なるほどね。
多分ね、ショートカット的なのがあるんで、俺的に。ララ。ララ。ララ。応答してくれ。最後に見たときは。くそ、ララ、死ぬんじゃないぞ。雪崩の後、一度受信音がしたんだ。かすかに声が聞こえたが、君に間違いないよな。確かに聞いたんだ。生きてるに決まってる。少なくとも雪崩では死んでいない。あれから受信音を聞いてないが、諦めないぞ。どこか安全なところへ行けと言ったが、俺が君を置き去りにできると思うか。冗談じゃない。俺って人間のことはよく分かってるはずだ。よし、これでスーッといけると。はい、あと1個。またまだね。どこかに避難しなきゃ。嵐がやばい。やばいな。一気に強く吹いてきたな。パパを疑うなんてバカだった。一番必要な時にいなかった。ごめんね。証明するわ、パパが全面的に正しかったと。真実の探求だった。おとぎ話じゃない。任せてパパ、約束する。ララ来たわね。ジョナが待ってる。ジョナ、なんとか嵐が越えて、嵐を越えて、とりあえず。ダメか。ダメか。あ、結局こっちかい。OK。これ高いところまで上がっといて。よし。この壁を越えればいいのか。おっと、危ない。よし、いい。ここ抜けると。あ、何もなかった。
はーい。よし。時のうちに早く行こう。時のうちにな。ジョナはあのどこかにいるはず。あ、こう。素晴らしいわ。神秘の源、古代都市の中心に氷に埋もれて。ならば行くとしよう。発掘チームに知らせて輸送機の準備をする。部下が書庫で不滅隊に遭遇した。簡単には行かないわよ。神聖なる道に困難はつきものだ。部下たちは知っているの？いいや。だが作戦のために戦って死ぬ覚悟はできている。それで十分だろう。コンスタンティン、もう終わりは目前だけど。始まったばかりだ。トリニティは私たちを利用して神秘の源を奪うつもりかもしれない。もしそうなら。やめろ。信仰を捨てるな。私は選ばれた人間なのだ。神秘の源を一度手にするだけでいい。私は神から不死の軍を賜り、姉さんは死なずに済む。コンスタンティン様、捕虜が起きました。尋問できます。やばい、ジョネが起きたぞ。ダメか。ウサギさんどうも。よし。車の通った後だな。車輪の後ね。くさきっとこう。もう監視だらけね。ここしか行けないのか。意外とあれだね、なんか行けるそうな場所だけどちゃんと行けないように区切られてるね。やばい。司令部から全員限界態勢の指示だ。なぜ捕虜を生かしとく。まだ何か知ってるかもしれないからな。コンスタンティンが直々突き止めるだろうが。よし。今のは上手かったな。自分で言うのもあれだけどね。よし。ほいっと。さあ、どこにいる？
住民も殺せって言われて攻撃を受けてる。広がれ、注意しろ。いらんダメージ食らったなんかないね、ここほんとは多分ね、バレないようにいけるんだよ、こういうのってよし。おお、目の前やん。あっちで何があったんだ。橋が崩壊した。残りの貨物は空輸するしかなさそうだ。何か見つけててくれよ。場所うんざりだ。焦るな。終わればどこでも好きなところに行けるんだから。一人でやるか。ちょっと警戒してるね。いやー多いな。倒せないこともないけど。いや、がっつり見てるくね？大丈夫？あ、いいよ。やっぱ雪道ダメだね。足元取られるわ。天文台の攻撃は成功したのか。アトラスを手に入れて気象観測所まで運んだ。司令部でアナがドームに従ってるって小耳に挟んだが、解読の手がかりがあるんだろうな。だが荷造りの指示が出たからそろそろ移動するかもしれない。なんかねえかな。いや、3人か、きついな。困ったな。倒すか？いや、3人だ。あの特装のやつがマジで強いんだよな。
れバレずに行こうもあんのかね、そもそも。開ける感じですか？違いますね、うん、ソ連の古いプレートね。アナが近くにいる。スキル上げるかなんか。あるからさ、とりあえず適当に。やば、よし、まあ、無限に息できるけど多分ね冷たいと思う。はい、すまねえな。コンスタンティンと一緒にシリアに行ったか。ああ、ちょっといろいろあったな。グロフト、コンスタンティンも予想外だったよ。あの女、墓を丸ごと俺たちに吹っかけてきた。厄介なやつだな、そりゃ。グロフトといえば、まだその辺にいるぞ。生かしといていいのか。あ、こういうのができるのか。地下で行った時に、なんか、やってみる？どこの地図。ああ。どんまい？さあ、出てきたぞ。なんだこれは。ペンダントじゃなくて近代の聖骨箱だわ。中に小さな人骨が入ってる。聖ペレグリン、末期患者の聖人。末期患者の聖人の骨が入ってるということか。外れんじゃねえんだこれ。大丈夫？あるね。ライフルのカートリッジだ。でもなんだか奇妙ね。端にラテン語が彫ってある。すべてを殺せ、神は己のものを知りたもう。じゃあどこだ。私は神に見捨てられたこの谷で死にはしない。私の信仰は強い。私の意志は強い。たとえ私の意識は絶えずさまようとしても。幼少期、
コンスタンティンと私が子供の頃、あの子は難しい子供だった。いつも何かしら疑問を抱いては答えを求め、将来を憂いていた。生きる意味を見出せないのではと心配していた。弟の手を切りつけて刻印をつけ、耳元で囁いたあの夜、私は弟を変え救った。私の望み通り、あの子は神の御業だと信じ込んだ。今私には弟の助けが必要だ。もしあの子にできないのなら、私は自分で自分を救う。自分で死ぬ気なのかな、アナは。アナは何の病気なのかね、そもそも。こっちか。聞こえてるかは分からんが、ララ、話し続けるぞ。ここで何かが行われている。木に登って下の谷を見てみたら、古い建物とそこで何らかの活動が行われているのが見える。ヘリであらゆる装備が運び込まれているようだ。トリニティに違いない。それ以外に説明がつかない。結局先を越されたってことか。何時間か観察して奴らの見回りパターンが分かった。タイミングをちゃんと見計らえば入り込めると思う。君はこれが得意だったよな。君がどこにいるにせよ、俺の声が聞こえてるんなら、どうか気をつけてくれ。よし。あ、この上か。おう、あ、もう。そろそろ退屈じゃないか。神の意志に従え。説教するくらいなら。ジョナ、はい、ということで今回この終わりになります。次回ね、ジョナをね救います。それではご視聴ありがとうございました。